お疲れ様です。今回はドクターコトー診療所超わかりやすい予習動画やっていきたいと思います。12月16日劇場版が公開される今作、2003年に初代、その後特別編があり2004、2006と長い間シリーズが作られてきました。最高スタイ視聴率は 25%、 1億3000万人が選ぶドラマの名シーンランキングという企画では第9位に選ばれるという人気作品。主題歌は中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って、挿入曲は柴崎コウさんの思い出だけでは辛すぎる。 YouTube に公式の音楽動画アップされておりますので、概要欄にリンク入れておきます。そんな愛され続けたこの作品が16年ぶりに映画化作品として帰ってきます。なんといってもこの出演陣がカムバックしてくるということが往年のファンには熱いポイントです。たくさんの島民、それぞれの関係性や物語をざっくり振り返り、キーアイテムや行動、オマージュになりそうなポイントをおさらい、最高に楽しむ準備をしようという動画になっております。この動画を見た後とか劇場版を見た後もですね、ぜひ本編ご覧になってお楽しみください。僕も全話見返してきましたが、全話なくやはりすごい好きな素晴らしいドラマになっておりました。ドラマシリーズのネタバレありの内容になっております。お気をつけください。ネタバレありの動画になっております。このチャンネルは好きな作品がもっと好きになるような情報やストーリーを発信しておりますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。10万人登録者いくのが僕の夢です。あともうちょっとのところまで来ました。お願いいたします。他にはコメントのやり取りがモチベーションにつながります。コツコツ返信してますので、ぜひコメントしていってください。それでは早速参りましょう。まずはドクターコトー診療所、舞台は沖縄にある架空の島、式名島です。そこに東京から大学病院でお医者さんがやってきます。彼の名前は後藤健介。式名村の役場の課長星野翔一さんに連れて東京からやってきました。ひどい船酔いであるおまじないを教わります。この指が重なるポーズです。劇中でもちょくちょく登場してきます。車も乗れない、料理もできない、酒も飲めない、女心もわからない。ですがお医者さんとしての腕はピカイチ。そんな後藤先生、船でやってきた時には原武博という少年と、そして武博の父武俊と出会います。この原親子はもう一つの主人公、ファンを感動させてきた登場人物たちです。島にやってきた後藤先生ですが、残念ながら出迎えはなし、寂しい到着となりました。式名村の中村村長にお出迎えされます。あまり目立たないのですが、村長の孫という設定で出てくるこの女の子は子役で活躍した大御鈴鹿さんが演じているので、劇場版でも出てくるかもしれません。そんなお医者さんとしてやってきた後藤先生、まず最初に行うのは治療でも診断でもなく死亡診断書に記入するということでした。美しい風景があるこの島の端の方にですね、式名島診療所がありました。そこには村役場の職員として診療所の事務員和田さんが勤めております。和田さんはですね、カメラが好きでちょくちょく写真を撮るんですが、これが後から聞いています。和田さん以外にも看護師として星野さんの娘さん、この彩香、非常にツンツンした態度で接していきます。この診療所は非常にボロボロで設備が乏しく、後藤先生はですね、手作りの緑のマットを敷いた血圧台を作ったりして、なんとかハンドメイドでやりくりしようとしていきます。これまでこの島には離島ということもあってろくなお医者さんが来ませんでした。来てもすぐにいなくなったり、適当な人がやってきたり、中には日本語が話せないアジアから連れてきたお医者さんもいました。この離島のお医者さんがやることといえば、応急処置して島から本土の病院へ送るだけ。移動には船で何時間も、3時間も4時間以上もかかります。他には死亡診断書にただただ名前を記入するといった、非常にこの事務作業的な役割のお医者さんだったんです。そんな中、先生は医者として奮闘しようとしていきますが、診療所には誰も来ません。寂しい状態。それもこの漁業組合やからたちの連中がやはりですね、昼間から酒を飲んでろくでもない噂話をして、あいつはヤブだなんだと言っていました。島民から白い目で見られ続ける後藤先生、この漁業組合の漁労長が、星野さんの幼馴染安藤茂雄、通称茂さんです。他にも勉や渡る、あとは武俊ですね、いろんなメンバーいるんですが、この3人はシリーズ通して出てきているので劇場版にも出てくると思われます。最初は理解してもらえないんですが、翔一の妻正代さんからお弁当をもらい、初めて食べた卵焼きで頑張ろうと決意していきます。スナックを経営している西山真理子もことを励ましてくれます。そんなある日、武博のクラスメート邦ちゃんがいるんですが、いつもおとなしい武博に度胸試しだと言って洞窟の石を取ってこいというミッションをですね告げていきます。ですが武博、数日前からお腹が痛いんです。そんな息子に対して海の男である武俊はですね、厳しく接します。そんな弱虫に育てた覚えはないと。その夜ですね、武博は頑張って石を取りに行こうとするんですが、お腹
中が痛いのには原因がありました。給水虫垂炎で倒れてしまいます。武俊は島の診療所ではなく本土の病院に強引に連れて行こうとしていくんですが、腹膜炎というものを併発しており、運ぶのは危険だ、ここで処置しようとしていきますが、武俊はそれを断固拒否していきます。なぜなのか、実は武俊は自分の妻武宏の母親ですね、それを島の医者に殺されたという悲しい過去がありました。妻に何度も本土の病院に行こうと説得したんですが、妻は島のお医者さんの言うことを信じ続けました。なんと心臓病を風邪だと思い、そのまま亡くなってしまったんです。非常におとなしくて優しい人物、島に戻って武俊と結婚ですが、そんないい人だったのに治るはずの病気で亡くなった。自分と結婚せずに本土にいれば奥さんは亡くならずに済んだんです。本土へ運ぼうとしていく船の上に乗り込み、古藤先生はですね、時間がないということで半ば強引に船の上で手術を行っていきます。非常に不安定な船の上での手術、トラブルもあるんですが、頑張れ武宏、頑張れと精一杯励ますことでなんとか無事手術は終了します。武俊も照明を持つのを手伝ったりしてくれました。手術が終わった後、美しい朝日が訪れます。それはこの式名島に誠実な医師が来た希望の夜明けのように思えます。そしてその後、くにちゃんから勇気の一瞬をもらい、さらに後藤先生の名前を古藤と書いて旗を作ってもらう、この診療所の物語が始まっていきます。そしてこれでですね、島の人たちにも認めてもらえるかなと思ったんですが、結局、頑固者の武俊はまだ認めておらず、さらには船の上で武宏の腹をかっさばいたということで、おばあちゃんからもからこわれ、結局町の人からも白い目で見られています。ですが武宏は懐いてくれ、シュバイツァー博士の本を読むようになり、少しずつお医者さんというものに興味関心を持っていきます。恋愛描写もあります。彩香さんもですね、一生懸命命を助ける古藤先生が非常に気になっていくんですが、ツンデレと女心がわからない、このやさふや、この二人の恋模様が描かれていきます。そんなある日ですね、村のさんばさん、内鶴子さん、島の子供3000人以上取り出した愛されおばあちゃんなんですが、彼女のもとに息子誠が帰ってきます。一人ぼっちの母ちゃんが心配なんだということですが、内さんがですね、倒れてしまいます。大動脈瘤というところに問題があったんですが、手術をしなければ危険な状態、武宏の時とは違い難しい手術になるので、設備が整っている本土の病院へ運ぼうとしていくんですが、内さんは嫌だと、じいさんと一緒に暮らしたこの島を離れたくないということで、なんとかですね、島で手術をしようとしていくんですが、ここで問題、 AB 型の血液が足りないということで助けを求めていくんですが、ここでもまた漁業組合、手術をばあちゃんが本当に望んでいるのかと、俺らが血を分けてもし島でその手術をやって失敗したらどうするんだと、人殺しの片棒なんて担ぎはしたくねえということで、なかなか血を分けてもらえません。もうダメか、島に残ったまま内さんを治療することはできないかとなってくるんですが、ここでかつてですね、内さんが取り出した子供たち、その子供たちがお母さんを連れて血を分けにやっていきます。実はこれ陰ながらですね、武俊の指示でやっていた、非常にですね、いいところを持っていくキャラクターなんですね。事務員であるはずの和田さんも含めて彩香と3人で手術を行い、難しい大動脈瘤の手術を式名島診療所でなんとか成功に導きます。内さんは決して一人ぼっちではないんです。島の人たちを助けて、島の人たちに助けられたり、島全体がもはや家族のように支え合って、このコミュニティは成立しています。一人息子の誠はですね、それに気づいて帰っていく、彼もまたいずれここに帰ってくるのかもしれません。内さんの手術の成功によってですね、古藤先生の猜疑心を晴れ、診療所が徐々に賑わってきます。そんなある日ですね、役所職員の坂野さん、坂野さんの奥さんゆかりさんですね、ゆかりさんは妊娠していたんですが、妊娠中毒症で倒れてしまいます。しかも状態が悪く、このままだとお母さん母体が危ないということで、古藤先生は産婦人科がメインではないので困ったなということで、東京にいる古藤先生の元同僚、大学病院の産婦人科に勤める咲さんに電話するんですね。咲はすぐに子供を取り出さなければ危ないということになっていくんですが、そこもやはり離島の診療所、早産に対応する施設がないんですね。つまり母体を助けるために子供を出すと、子供は死んでしまう、このまま放置してしまうとゆかりさんが死んでしまう。この島にはですね、島から本土に行くヘリはないんですね。一回本土からヘリに来てもらって、もう一回送らなければいけないので、かなり時間がかかってしまう、どうすればいいんだとなるんですが、結局ですね、坂野家の人たちは子供はまた授かるかもしれない、でもゆかりさんは一人しかいない、母親は一人しかいないということで、子供を諦める苦渋
重の決断をしていくんですが、ここでもやってくるのがそう竹俊さんなんですね。なんで子供を助けない、助けようとしないとね、コトー先生に意見を言っていきます。非常に悩むんですね。先生も医者として合理性、安全性、確率が高い方を取るのは当然なんですが、人として患者さんが幸せになるためにはどういう処置をすればいいのか、そういうこともですね、この島に来て考えていくようになっていきます。しかし時間がないということで手術を開始していくんですが、ここでゆかりさんのですね、殺さないで、赤ちゃんを殺さないでという声が聞こえてきて、コトー先生はそのメスを握る手を止めます。受け入れ先の病院を必死に探し、搬送手段も何とか探したことで、ギリギリですね、ある方法を使って本土に送り届けることに成功し、ちかちゃんという元気な女の子が誕生します。人を治すこと、それは東京の大学病院にいた時今まで向き合ってきたのか、自分自身が問われていくことになっていきます。そんなある日、マリコにですね、子供から電話がかかってくるんですね。無言電話だと思い当たる節がありました。東京にいた時親権を手放した子供がマリコにはいたんです。その後ですね、また新たな来訪者がやってきます。それが先ほど紹介したサキさんの高校時代の後輩、彼女また医師、アメリカ帰りの芦田ゆきが島にやってくるんですね。サキさんの紹介でこの島にやってきました。この芦田ゆき、めちゃくちゃオープンな性格で、コトー先生にもですね、どんどん慣れ慣れしくしていくんですが、そこでやはり、ツンデラ彩香さんはイライラしていくわけなんですね。他にも東京からですね、代議士先生もやってきます。何のつながりもない人物ではなくて、その代議士先生の秘書がですね、島出身の純一だったんです。純一はですね、母のひろ子の元へ行き、かちゃん、代議士先生が来てくれたよ、挨拶しに行くんですが、急ぎだったので足早いですね、そこを去ろうとしていくんですが、アクシデント発生、母親がですね、転倒して怪我をしてしまいます。この代議士先生がやってきた理由、その理由とは、この島にダストリサイクルセンター、つまりゴミ処理場を作ろうという計画を持ち込んできました。しげさんとかは魚が釣れなくなったらどうするんだよと反対していくんですが、補助金を月20万も出しますよと言われるとですね、外国産の魚に押されて漁業が衰退しているこの島にはですね、非常にありがたい話でもあったんです。一方その頃、竹博はですね、医者になりたいという気持ちを強めていきます。その後11の母、先ほどのですね、ひろこさんが運ばれてきます。足に刺さった古い釘、それにより壊死性の感染症で足がぼっこり腫れちゃっていました。足を切断しなければ危険だと芦田ゆきは診断します。ですがコトー先生、この島で学んだことを生かします。坂道の多いこの島、ひろこさんは一人暮らしで車も持っていません。ある程度のリスクを覚悟した上で、足を切断しない方法で手術しようとしていきます。病気を見るのではありません、人を見るんです。コトー先生の腕もあり、無事成功。死か死ですね。先ほどやってきた代議士先生が倒れてしまいます。実はこの先生、芦田ゆきのお父さんだったんです。ただしですね、このお父さんの症状というのはそんなに重くなかったんですね。大切なものを忘れている父のために病名を隠して診療所に入院させていきます。傲慢な性格になってしまった父は、ひろこさんと同じ病室に入ることになっていく。この診療所を見ていきます。ヤシガニラーメンを食べながらですね、昼夜問わず診療所にやってくる患者、それに対応していくコトー先生、さらに隣にいるひろこさんもですね、足が悪いにもかかわらず自分のために無理して式な神社のお札を取りに行ってくれたりしました。重い病気だと思い込んでいる彼は、残された時間どうやって生きていくかを考えていきます。さらに芦田ゆきもですね、ただただオペをするだけではなくて、人を治す医療を知っていきます。この産業がない島に少しでも産業をと思い、ゴミ処理場建設を考えたのも事実なんですが、誰かのために生きられたなら、それはすごく立派なことなのではと思い改めます。ちなみに病名はですね、尿管結石なので、医師が出れば自然に治っていきました。この親子2人はですね、志を持って、この島を去っていきます。あとですね、ある少年がこの島にやってきます。その人物こそが先ほど言った、マリコの子供、東京に住む息子、杉本龍一くん、通称龍ですね、はい、神木隆之介くんです。こんな時代から活躍していたのか、そして佇まいが美しすぎます。マリコは会いたがりません。コトー先生はですね、見るに向かねて龍くんを診療所で預かることにしていきます。竹博と龍、年も同じぐらいなので一緒に遊ばせるんですが、龍はですね、心境が複雑なんですね。プンスが起こってどこかへ行ってしまいます。しかしこの慣れない島、龍は崖から落ちて肋骨が折れてしまい、手術をしなければ危険な状態になっていきます。そんな龍をですね、どこに行ったと探しているうちに、
コトー先生も足を折ってしまいます。タケヒロがですね、自分のせいだと思って助けを呼びに行きます。その後緊急手術を行っていきます。マリコもただただ神経を手放しただけではなく、複雑なですね、言いにくい人間模様があった。実はマリコ、東京にいる時に夫とは違う人を好きになっちゃうんです。離婚する代わりに神経を手放すことになってしまいましたが、子供を手放した後ろめたさもありますし、浮気をしてしまったというこの自分自身がですね、親として人間としてちょっと恥ずかしくて子供と向き合えなかったんです。この出来事を通して龍の命の危険を通して子供と向き合うようになっていきます。崖に落ちてしまった龍とコトーを助けるためにですね、懸命に救助を呼びに行った竹広に対して竹俊は褒めてあげます。竹広を海の男として強い男にですね、こう叱るように育てていたんですが、この物語を通して竹俊は竹広をですね、彼に自信をつけさせてあげるようにしていきます。じゃあマリコと龍の問題がですね、一区切りついたなと思ったところで、組合長のですね、しげさんが非常に上機嫌なんです。何が起きたのか。なんとしげさんの娘が東京からですね、帰ってきます。ここで出てくるのが安藤理香。なんとびっくり、妊娠して帰ってきたんです。ミュージシャン志望の男とですね、結婚しようでも仕事がないと言っているうちにですね、喧嘩して逃げられて妊娠した状態で島に帰ってきました。当然こうなるとですね、島中で噂されてしまうんです。この理香はですね、彩香の幼馴染でもあります。その後理香は産気づいてしまうんですが、お名前は重春と名付けられました。重さんはですね、なんだかんだ言って、非常に怒ってたんですが、理香のために魚を釣りに行っていました。そして島で一緒にですね、このじいちゃんと一緒に暮らそうぜとなっていくんですが、先ほど言ったこのミュージシャン志望だった男が結婚しよう、一緒になろうとやってくるんですが、理香ちゃん男にですね、尽くすタイプだったんですが、はっきりと断ります。島に来て出産を経験して心境が変化したのかもしれませんね。それから数日後、理香ちゃんトルと一緒に帰ってしまうんです。結局かいと思うかもしれませんが、子供なんてね、親の心知らずですし、亡くなってしまった奥さんをですね、半ば強引にこの島に連れてきた、そういった意味ではですね、似た者親子なんですが、帰ってしまう時に理香からもらったこの柄物のジャケット、アウターといいますか、服をですね、プレゼントされてるんです。なんだかんだ言ってですね、似合わないその派手めな服をしげさんはその後ずっと着続けることとなっていきます。マリコはですね、島に引き止めて一緒に暮らさないかと告げるんですが、リュウはですね、もう島のお父さんのことも好きだし、あっちのことも好き、でもここを忘れずに東京を帰ることを決意します。お母さんにはこの島の人たちがついてるから大丈夫だよね、結構ね、大人な感じで返してくれる。それぞれの子供が巣立っていく回でした。はい、その後はですね、新たな来訪者がやってきます。それはですね、なんとあの人、コトー先生の元同僚であり、密な関係を匂わせていた原沢咲希先生が島にやってきます。咲希さんはですね、同僚に海外赴任に誘われているんですね。もうほぼほぼプロポーズみたいなもんですよね。咲希は自分では決められないコトーのところまでやってくるんですが、コトーもですね、いろいろと思うことがあって、咲希の問いかけに答えを出せずにいました。その後、村の名物おじいちゃん秋おじが倒れてしまいます。この秋おじですね、竹広の親友くにちゃんのおじいちゃんです。悪性の腫瘍があったんですが、死ぬかもしれないと分かっていても、本土の病院に行くよりもやっぱりコトー先生、あんたにやってほしい愛の告白なんてね、ふざけながら明るいおじいちゃんなんですが、島で手術してもらうことを決意します。ただですね、東京の大学病院に勤める咲希からすると、設備が整った本土の病院でやるよりもこの島でわざわざ手術をすること自体が信じられません。この島の医療はコトー先生の自己犠牲によって支えられている、本当にいいのかと問いただしていきます。島の医療というのはただ治すだけではないんです。もし本土の病院に行って何かがあったとしたら、そこで寝たきり、そこでずっと治療、このふるさと島に二度と帰ってこれないかもしれないんです。コトー先生もちろんですね、腕に自信もあります。スーパードクターです。手術開始、なんとか治そうとしていくんですが、しかしですね、開けたらなんとがんが転移して、もうどうしようもない状態だということで、そのまま閉じてオペを終了してしまいます。この島に来て初めてどうしようもない患者に出会い、落ち込んでしまうことを竹俊は励ましていきます。お医者さんといえど神様じゃないんだと、明雄寺に対しては手術は成功したと告げます。それによりですね、明雄寺はこう自然を眺めながら、村の音を聞きながらですね、余生を健やかに過ごしていきます。これは本土の病院に行ったらもうできなかったことなんです。結局明雄寺は亡くなってしまいます。
その後ですね、秋吉の遺書とわら草履を受け取り、このわら草履はですね、古藤先生が長らく愛用していきます。わしの人生に自慢できるのはわら草履とスイカ、この2つだけというね、まあ、明るく元気な秋吉らしい遺書を届き、それを見て古藤先生はですね、号泣してしまいます。東京の大学病院にいた頃は病気を治して感謝されることはあったものの、亡くなったけど感謝される、これは東京にいたらできないこと、島に行ってより密接に患者さんと向き合ったからこそ得られた感情でした。さきはですね、古藤先生がこの島に来ていい顔になったなと気づき、別れを告げ去っていきます。まあ、その後ですね、つのむさんの子供ももちゃんのですね、ぬいぐるみをですね、オペしてこう治療したりして、島の人たちと仲良くなっていくんですが、ある記者がこの島にやってきます。その人物は辰巳健二。彼は古藤がですね、東京にいる時に患者さんを見殺しにしたというその暴露記事をばらまいていき、島中の噂になってしまいます。辰巳にとってそれは単なる嫌がらせではなく、その見殺しにされたのは辰巳記者の妹さんだったんです。これ以上は放っておけないと先生と役場の人はですね、説明会を開いていくんです。その記事は事実であることを古藤先生は認めました。一方その頃子供たちは辰巳の行動をですね、止めに行くんですが、辰巳もろとも土砂崩れに車の中で会ってしまいます。その時に漁師だったこの山下勤の子供新一くんがですね、お腹に傘が刺さって非常にこの痛ましい状態だったんですね。ブスッと貫通してたんです。懸命に土砂崩れの中からみんなを助け出して、いざ手術をしていこうとするんですが、あれ?とあることに気づきます。辰巳がですね、どうやらこの感覚が麻痺しているみたいで、どうやら脳に異常をきたしているということで、お腹に傘が刺さっている新一よりも辰巳を優先してオペを行っていきます。なんでなんだとみんなから叱責されるんですが、2連続オペをやりこなして両方とも助けることに成功するんですが、当然島の人たちの不信感は高まっていきます。東京でも人殺しだったらしいと、新一のところの息子よりもあの記者を優先したらしいじゃねえかと、どん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 ですね、悪い評判が高まっていって、最終的にあんなに仲良かったのにこの島を出て行ってほしいと漁業組合のみんなから言われてしまいます。まあ、都合よく見えるかもしれないんですが、やはりこの島の人たちからするとですね、どうしても記者を優先したことが納得できないです。もしですね、記者さんを優先して新一と息子が亡くなってたら、助からなかったらどうするんだと、この感情の行き場はなくてですね、もう言わずにはやっぱりいられなかったんでしょうね。ようやく来たと思ったこの誠実なお医者さん、そういうですね、期待を持っていたがゆえに島の人たちからすると裏切られた気持ちになっていたんです。ただもともとですね、東京でこういうことがあったということを口止めしたのは古藤先生を連れてきた星野さんだったんですね。ここが一つこの作品のポイントになっているなと思います。決して島民の人たち優しくてつながり深いんですが、すごく善人ではなくて、こういう悪い噂を広めたりとか、感情的になったりとか、いいところもあればそうじゃないところもある。さらには古藤先生がやっていることが正しいとも言えないんです。もちろん患者さんに対して誠実な対応をしているんですが、本来は役場の職員である和田さんがオペに対しても、助手のように参加していることは、まあ、ある意味問題になりかねないことです。ただし和田さんがいないとやっぱりオペはうまくいかないんですね。この島に暮らす人たちは一般的なこの社会的合理性では救われないコミュニティの人たちの物語でもあるんです。その後ですね、古藤先生は辰巳にあの日のことを話していきます。まあ、その日はですね、大規模オペがあった後、古藤先生はですね、疲れてもぐったり寝ていたんですが、さらにそこで連続でですね、急患が同時にやってきちゃうんです。片方を自分がやっている間にですね、もう片方の患者さんに対してなんと研修医がミスをしちゃう。このままじゃやばいと、これ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 こうしようとさらにやっていき、これ以上ミスはしないでくださいねと、その時の研修医だった三上さんにプレッシャーをかけたことによって、経験が浅い研修医の三上さんはその患者さんを置いて逃亡してしまい、結局のところですね、治ったはずの人辰巳の妹をあの日死なせてしまったということで非常に後悔していたんです。まあ、もちろん逃げてしまった三上も悪いんですが、古藤先生はですね、あの時もっと自分がこうしていれば助かったのにというですね、自責の念に駆られてしまいます。まあ、その後結局ですね、大学病院に守られて、なんか大きな訴訟とかにはならなかったんですが、やり直したくてこの島にやってきました。その古藤先生にはかつて所属していた、東京の大学病院からある胃がんの手術をやってほしいという話が来て、これ以上この島にはいられないということで、まあ、感情もあったんですが島を出て行ってしまいます。島を出る時の船の中でですね、じっと見つめながら、この声に出せないありがとうございましたで頭を下げていきました。実はですね、この島の人たちを治していた古藤先生ですが、その心を治してもらっていたのは古藤先生も同じだったんです。島の人たちから感謝され、やりがいを感じ、患者向き合うことで
東京にいる時に気づけなかったものに気づいていきました。まあ、その後ですね、東京の昭栄大学附属病院で熊谷幹事長ですね、お依頼さんの手術をやっていきます。かつて自分が担当した患者さんで、まあ、ぜひともコトー先生にということでやってきました。ただただここで手術するのではなく、あの時の研修医である三上真一が助手としてつくことになっていきます。この三上先生ですね、やっぱりこの思うところがあったのか、コトー先生にですね頼まれていた検査結果、悪い結果が出たのにそれをですね言わないように口止めしていました。東京では先との再会もありますが、島では星野さんがですね血を吐いて倒れてしまいます。星野さんの具合は悪化していくんですが、コトー先生がですねいないことをここで改めて痛感します。東京のコトー先生は胃がんの手術を開始していくんですが、やはり想定外の転移が見られるということで、ここでようやくですね気づきます。三上先生が黙っていたせいですが、コトー先生超スピードで手術して、なんとか転移ごとですね治療しようとしていきます。非常に高速で処理していくのでめちゃくちゃかっこいいです。もうすぐ手術が終わったと思ったところで、最後はですね大学病院のこの奥村教授がやってきて、あとは私がやるよって言って手柄をですね横取りされてしまいます。もともですねこの胃がんの手術の可能性は低い、さらに幹事長ということもあって記者がですね入り口にどんどん集まってくるぐらい注目されていました。もちろん失敗したら責任をかぶせられるのはコトー先生、成功したら手柄は教授に横取りできるという、まあですね非常にいいように使われてしまったわけなんです。三上はコトー先生にですねこれまでのことをいろんなことをですね謝罪します。ですがコトー先生としても医師としての三上のですねスタートを誤らせてしまったこと、それは僕の責任だと謝罪していきます。お医者さんは本来テクニックを競うためでなく、命を握っているわけでなく、患者さんの運命を手助けするしかない、これは島でしか学べなかったことなんです。まあ、感銘を受けた三上さんはですね、まあ、その後の幹事長の手術が成功した後の記者会見で、教授ではなくやったのは式崎島診療所のコトー先生ですとこう真実を告げていきます。その後行き場のなくなったことを、どこへ行けばいいのか、帰る場所がないのかとなったところで、ここでやってきました。かっこいいです。竹俊がやってくるんですね。コト先生、竹俊がやってきます。みんなが、俺がどれだけあんたに帰ってきてほしいか、コト先生とね、心から頼んでいきます。まあ、悩むこと、そこで和田さんに送られたアルバムを見返していき、この島で起きたたくさんの出来事を思い出す。その時にはいつもたくさんのありがとうを最後には受け取っていきました。最初の自分の写真と見比べて、大きくね変化していくことに気づいたコトー先生、大学病院では得られなかったことがあの島にはたくさんあるということで、コトー先生悩んだ末、竹俊と竹弘とともに島に帰っていきます。星野さんの病気は何だったのかというとですね、胃潰瘍だったということが明らかになっていくんです。まあ、その後もう一度旗がかかり、外にはたくさんの島の人たちが出迎えに来ていました。これからもこの島の人たちの命を背負い続ける簡単ということで、ファーストシリーズは幕を閉じました。懸命にその島で生きようとする人、懸命にその思いに応えようとする人、尊い思いが交差する感動のドラマになっています。ドクターコトー診療所特別編があるんですが、ドラマがあった翌年2004年に放送された、まあ、いわゆる総集編になるんですが、プラスアルファで新規のエピソードが追加されるパターンです。ここで描かれるエピソードとは三上先生のエピソードなんです。三上先生はその後ですね、北海道のレベツ島診療所、極寒の診療所に行き、コトー先生と同じような体験をしていきます。白い目で見られていくんですが、コトーと手紙を通してやり取りをしていき、少しずつ三上先生も前進していくという話がですね、追加エピソードであります。その後、ドクターコトー診療所2004が放送されるんですが、こちらですね、前編が94分、後編が119分というですね、まあ、ちょっと長めのスペシャルドラマが2話分放送されました。ここからはですね、まあ、さらにテンポよくどんどんご紹介していきましょう。前回から1年後、順調な診療所、竹色はですね、テストの成績も優秀、100点取ったりしていました。チビ先生としてコトーの往診に付き添っていきます。星野夫妻はですね、コトーとうちの娘彩香が結婚したら先生もこの島にじっといるし安泰だなぁと目論んで計画していきます。さらに島に新しい移住者がやってきます。教師である小沢先生とその奥さんさゆりさん、さらにここで2人の娘小沢ひなちゃんもやってきます。喘息のですね、療養の目的で、空気がきれいで優秀なお医者さんがいる式名島にやってきました。なぜ優秀なお医者さんがいると分かったのかというと、記者である辰巳が書いた記事、その記事は離島医療で戦う医師としてコトー先生のことを報道されていました。このですねひなちゃんと竹弘のこの淡い初恋模様が描かれていくと同時に、くにちゃんとの友情がギクシャクしていくところも描かれていきます。島はですね
ね、年に一度の豊漁祭の時期で、大騒ぎ。コトー先生は、山の中腹でですね、ある石碑を見つけます。往診の道すがら見し心境、この不思議な言葉、これは何なのか内さんに聞いたところ、かつてこの島にいたお医者さん、戦後の中でですね、手や足の失って帰ってきた島民のために、車なしで歩いてですね、山を越えながら治療していた、そんなですね、素晴らしいお医者さんがこの島にもいたんです。そんなお医者さんの自世の句としてですね、あの石碑に飾られていました。そのお医者さんは最後までですね、まだ終わってない、まだ終わってないと自分の体の具合が悪くなってもこの島で診療をし続けました。この石碑というのは、島の命を預かり続け背負うことになっていく孤島の拠り所として、この後もですね、たびたび登場していくことになっていきます。この石碑ですね、実は、実在する石碑なんですね。ドクターコトー診療所のモデルとなった、下甑島、ここにいる、瀬戸上健次郎という方がコトー先生のモデルになったんですが、その瀬戸上先生よりも前、この下甑島にいた、平田清医師の自世の句が石碑として置かれており、まあ、それのオマージュとしてドクターコトー診療所の中にも、登場してきております。ちなみにですね、モデルとなった瀬戸上先生から、まあ、現在この島は斉藤学医師が引き継いで、離島医療の中で戦っておられる。その後ですね、武尊テストの伝授がめちゃくちゃ優秀で、まあ、将来にもお医者さんになりたいなのであれば、小学生の段階から東京に早く行って中学受験の準備をやった方がいいんじゃないかと先生は進めていきます。医者の道を目指した武尊ですが、お金がかかると資金がですね、やっぱりちょっと気になる武俊、町一番の祭り豊漁祭、そこで村一番の漁師として武俊は先頭を切っていきます。このですね、豪放丸がやっぱりかっこよくてですね、お父さんの誇りなんです。祭りは盛り上がっていき、武尊とひなちゃんの距離も近づいていく、そんな海の男として、立派な父ですが、武尊のために武俊はなんと船を売る決断をしていきます。盛り上がった祭りの後、飲みすぎてですね、寝込んでしまう星野さん、まあ、病気も治ったのでね、まあ、今日はお祭りだということで酔っ払いすぎてしまいます。正代さんに早く帰ってきてと言われていたにもかかわらず、それを忘れてしまう。さらに祭りでですね、たくさん喧嘩が起きて、まあ、それの救護で、忙しくなっていく診療所。そんな中、献身的でいつも元気、みんなのお母さん的な正代さんがなんと倒れてしまいます。診療所が忙しく、彩香も気づかない、星野さんも酔っ払って気づかない。正代さんが倒れたことに気づいたのは、彩香が仕事を終え帰ってきた時でした。正代さんは脳出血、非常に動揺する彩香、なんとか励ますことを、三上先生の時とは違うんですね、脳に関する手術ということで、ゴリゴリと穴を開けて痛々しい手術をですね、母親に対して行っていく彩子さん。その日はですね、26年目の結婚記念日だったんです。だからこそ早く帰ってきてと、星野さんには言っていたのに、手術は無事成功し、正代さんはですね、目を覚ますんですが、なんと右半身が麻痺してしまうという、いわゆるこの後遺症が残ってしまいました。コトー先生は東京では外科医としてのプロですが、まあ、リハビリのプロではないんです。いろいろ調べながら、正代さんを診療所に置きながら日常の業務をやっていくんですが、先生としても背負うものがどんどん増えていく、疲れが見え始めていきます。そんなですね、お世話になりっきりの状態で正代さんは生きる気力を失っていく、何もかもが変わってしまった生活。彩香はですね、本土でなんとかリハビリに適した病院がないかと探していき、星野さんは彩香がいない間に私がせめてリハビリを自宅でやらせてもらえないかと必死で看病していき、けなげにですね、こう頑張っていこうとしていくんですが、正代さんはですね、ノートに死にたいと書いていくんですね。非常に切ない。ただ後藤先生は、僕が最初に来て食べた料理は正代さんのお弁当に入っていた卵焼きでした、またいつか卵焼きを食べさせてくださいねと、なんとかですね、こう励ましていきます。一方その頃ですね、まあ、恋に、ハッピーな、武尊はですね、ひなちゃんを連れて自分だけがする秘密の海の入り江の場所へと案内していくんですが、まあ、急な大雨が降られて、ひなちゃんですね、喘息の発作が起きてしまいます。なんとかですね、持っていた吸入器で助かるんです、まあ、自分がですね、連れて行ったことより責任を感じる、さらには、下手したらですね、自分のために父親が大好きだった仕事を両親辞めてしまう、本当に一生を目指すのかと悩んでいくんですが、そこで武俊は武尊をですね、海に連れて行って、武尊、お前も本気になれと、鼓舞していきます。過去を決める武尊、東京行き、中学受験をしていくことを決断していきます。彩香が見つけたリハビリに適した病院に預けようとね、そういう流れになっていくんですが、正代はどうしたいかと聞いていくんですが、ここへいたいと指差し、島に残り、みんなで支えていくことを決断していきます。その後、もう話はトントン拍子で進んでいき、小学校、最後のですね、夏休みが終わった後、武尊のお別れ会が行われ、中学準備のために東京に
に行こうとしていきます。もうですねギクシャクしていたんですが、クニちゃんここで号泣、見ている僕も号泣してしまいました。ここで歌われるのが、まあ誰もがですねこういう学生時代に歌ったことがある Believe という曲ですね。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕がそばにいて支えてあげるよその方を。2番はもしも誰かが君のそばで泣き出しそうになった時は黙って腕を取りながら一緒に歩いてくれるよね。支え合いの歌なんですね。僕は君を支える、君はまた別の誰かを支えてくれるだろうと。それがですねこの2004年版のドクターコトーのテーマになっています。妻を看病する星野さん、喘息の避難を守りたい家族、竹色の夢を応援する竹俊、島の人を助けたいこと、大切な人の世話になること、それは決して迷惑なことじゃないんです。そこでしか得られないかけがえのない時間というのもまたあるんですね。看病をしていくうちにこの星野夫妻というのはそれまでなかったこう新しい時間を過ごしていくようになっていきます。竹色はですね東京に行く旅立ちの日になっていき、あの日第一話にあったですね勇気の一生をクニちゃんに返します。コトーみたいなお医者さんになるということで旅立っていきます。竹俊はですねもう建築現場で早速働き始めました。海の男ではなくカッパが陸に上がってしまったんですが、そこで竹色からのですね青いタオル180円のですねなけなしの金額で買った青いタオルをですねプレゼントされます。もうこの時ですねあの武骨な竹俊がですねタオルを握りしめて号泣するシーンは視聴者涙なしには見られない名シーンとなっております。はい、その後ですね2006年シーズンが公開されます。これまでですねなんとかこの理想的な患者と向き合った医療を目指す、それを追いかける尊さ、そこで生きていく人の尊さが描かれていくんですが、この2006はですねちょっとまたテイストが変わって、なんとこのうまくいかないリアルさ、辛さが描かれていくので、まあ、ちょっとですね心苦しい話になっています。まあ、竹色はですね中学受験をして、私立はですね名門中学に合格、島中でそれを喜んでいくんですが、なんと、まあ、残念なことにですね公立の方は不合格になってしまいます。もちろんですね公立と私立、学費がですね大きな差があります。劇中ではね公立は年間50万、私立は年間900万かかるって、そんな違うのっていうね大きな差があるんですが、まあ、それが竹俊にとってはですね大きな重荷となっていきます。竹俊は島を離れて本土のですね、まあ、建築現場で働いていきます。竹色はですねお父さんのことも考えて私立に行くべきか悩みます。正夫さんはですねその後リハビリの甲斐もあって少し良くなっていきました。彩香は看護師を一度お休みして東京の学校へ行こうとしていきます。リハビリを学ぶため、まあ、もちろんお母さんの言うのはありますし、島の医療のために、自分が行くことがいいだろうと考えていくんです。彩香の代わりに新しい看護師がやってきます。彼女の名前は中井美奈、気が弱く未熟で経験も少なくですね血も苦手、本土の病院勤めはですね分業制で島の看護師みたいに何でもできるっていう感じじゃないみたいなんです。しかし、この彩香にとってですねとてもとても大きな出来事が起きてしまいます。なんと乳がんになってしまうんですね。星野家は父の一回病、母の脳出血、彩香の乳がんということで重なっちゃうんですね。ですが彩香としてはこれを秘密にしようとしていきます。看護師としてみんなにいたわられるのが嫌だ、勇気づける存在でありたい、だけでなく、人としてコトー先生に自分の胸を見られるのが嫌、さらにそう思ってしまう自分も嫌、強がれるうちは強がりたい、東京の学校に行きながら東京の病院に行くことを決断します。非常にですねこう見ているこちらの心がきしむような描写になっています。東京で彩香のですねがんの治療をしていくのはコトー先生の研修時代の同期、鳴海圭という人物です。もう非常にですね現実的主義でパッパッパッパとね物事を判断していく人物。自分はがんであり、もうすぐこの島からいなくなってしまう皆の未熟さに彩香は苛立っていきます。コトー先生は竹色に手紙を書きます。中学に入学記念に英和辞典をプレゼント。コトーですねかつて救ってくれたお医者さんからもらったものです。コトーもですね竹色と同じく昔ですね腹膜炎になって、その時に助けてもらってお医者さんを目指したっていう背景があります。少年よ大将いだけ、お金主力名声のためでなくその道を全うするために大将いだけというね、あの名言の続きが書かれていました。コトー先生とのやり取りを通して竹色は私立に行く決意をします。竹俊はですね心配するなと、強気で行くんですが、やはりお金が足りないということで昼の現場だけではなく夜も働くことを決めていきます。美奈ちゃんはですね頑固な薩長寺との交流も深めていき、なんやかんやなんやかんやってですねここちょっと飛ばしちゃうんですが、竹色の入学式の日が来るんですが、
そこにですね、参加して東京まで駆けつけた武俊の姿がありました。この不器用なですね、親子模様がやっぱいいんですね。しかしですね、入学したものの、この学校の勉強のレベルがですね、格段に上がってしまいます。なんと武宏、121人中119位というですね、かなりもう最下位クラスの成績に陥ってしまいます。看護師になったミナもですね、採血がうまくいかない。なかなかですね、島の人たちから注射させてもらえません。和田さんが、そんなミナの実験台になってくれます。この東京から来たミナ、東京から来たヒナ、この二人がですね、仲良くなっていくという意外な方向にですね、物語は展開していきます。ですが、このヒナのですね、お母さんであるさゆりがですね、まあ都会から島にやってきたんですが、結局この島にあまりうまく馴染めなかったんです。東京に帰りたいということで、家庭環境がギクシャクしていきます。ヒナはですね、ミナと一緒に秘密の場所へ行き、貝殻をね、集めようとしていくんですが、そこでヒナちゃん、突発性の病気にかかり、もうお母さんパニック、もうヒステリー状態なんです。そこで血液が必要になっていくということで、懸命にお願いし採血をしていく。ミナの成長も描かれていきます。ひなちゃんはですね、両親に仲良くしてほしいということで、貝殻のブレスをプレゼントしていきます。手術は無事終了、夫婦の関係も修復していき、ミナちゃんもですね、いろいろとあってこのその後成長していき、島の住民のようになっていきます。ここからがですね、重たいんですね。昼も夜も働き詰めの武俊、なんとですね、うっかり寝てしまい、クレーンですね、事故を起こしてしまいます。怪我をさせてしまったということで、相手方からは賠償金400万円を請求されてしまいます。事故を起こしてしまったということで、建築現場系のですね、働き口も見つからなくなってしまいます。そこでですね、偶然昔の知り合いと出会うんですね。そこで起きるのが、追い打ちをかけるように未公開株の詐欺に遭ってしまいます。最初は断ろうとするんですが、もう働き口が見つからずやむなくという感じでした。武宏が小さい頃から積み立ててきたお金を失ってしまう。本土でただ一人どん底で誰にも相談できずにいました。そしてですね、あれから約1年、放浪祭の時期がやってきます。星野さんはあの日のことがトラウマになっていました。さらに正夫さんはですね、これ以上の回復は望めない、元通りに話せるようにはなりませんでしたが、正夫さんと共にゆっくり進もうとしていきます。その後夏休みに突入していき、武宏がここで凱旋していきます。初恋のひなちゃんと再会。くにちゃんはですね、ちょっとやさぐれており、タバコに手を出してしまう。武俊ともここで再会。コトー先生とも再会し、往診についていきます。村の人はですね、武俊がどうやら事故を起こしてお金に困っているぞということに感づいてですね、何かあったら相談に乗るぜと声をかけていくんですが、武俊はですね、なかなか人の優しさを受け止めることができず、本土へ帰ってしまいます。父親がなんとなく大変そうなことに気づいた武宏はですね、島に帰ろうか迷っていくんです。しかしその後、親友の国ちゃんがですね、腸閉塞になってしまって、それを救う琴尾先生の姿を見ます。さらにですね、星野さんが考えて、武宏のために奨学金制度を導入できないかと考えていきます。武宏の学費はなんとかなりそうだとなるんですが、武俊はですね、それを受け入れることができないんです。自分が意気揚々と飛び出していったのに情けなさすぎるとですね、あぎりがたいなと思いつつも、すぐに受け取ることができないんです。やはりこの海の男のプライドといいますかね、いろいろあるんでしょうね。武俊はですね、このゴミ処理場というか、まあ、非常にですね、この何とも言えないこの荒い仕事についていくことになるんです。そこにはですね、しげさんがやってきて、こんな姿見たくなかったよとね、一言だけ告げて去っていきます。いろいろ考えた結果、数日後武俊はですね、恥を捨てて帰ってきます。そこで見たものは、みんなで金を出し合って、あの売り払ってしまった合法丸を買い戻した姿でした。まああげるわけではなくてね、貸すだけだとみんなでね言っていました。ことは、自分もお医者さんとしてどうあるべきか迷い続けていると告げ、武宏は東京へ帰っていくことにします。彩香の病気はまだ言えずにいました。彩香はですね、こう抗がん剤がやっぱり効かずにどんどん強いものになっていって、髪の毛は抜け落ちてしまいます。彩香の気持ちを尊重するべきか悩んでいく琴尾先生。その後ですね、坂野夫妻がですね、また病院に呼ばれていきます。なんとゆかりさんにですね、がんが見つかってしまいました。まあ、島で治療を望むゆかりさんのために、まだまだ経験が浅いミナとですね、この3人で練習して手術に挑みます。おそらく切除できるだろうなと思ってオペに入ったところ、開けてみたらですね、なんと転移が始まっており、手がつけられない状態になっていました。ゆかりさんにはですね、感づかれてしまい告知することになっていきます。まあですね、あの美しかったゆかりさんもですね、精神が消耗していきます。もう助からないと分かっている時に、隣で新しい子供が誕生したりして、これを見てイライラしたりするんです。ですが、あの時ですね、琴尾先生がかつて、生まれる時に手伝ってくれたあのちかちゃんが、今もう3歳ぐらいになっていて、ママに本を読んであげるんだっていうその約束、ちかちゃんが
本を読んでくれるまでなんとか生きようと希望を持っていきます。まあ、後藤先生はですね、それを支えることを決心し、生きることだけを考え続けてください、この言葉がですね、大きく後から聞いてくるんです。ゆかりさんはですね、抗がん剤の副作用に耐えながら余生をですね、前向きに生きていきます。病気にならなかったら旦那さんとですね、こんなゆっくりとした時間を過ごすことはできなかったと前向きに過ごしていくんですが、なんとですね、抗がん剤の効果がめちゃくちゃ効いて、がん細胞がかなりちっちゃくなっていくんですね。いやいやと、奇跡みたいなことは起きないと、希望を持たせたくないこと、もしまた手術をすればうまくいかなかった場合、ゆかりさんの寿命がさらに縮んでしまうことになりかねません。ですがゆかりさんは希望を捨てません。リスクを承知で琴先生に手術を頼んでいき、もう一度再度手術をした結果、なんとですね、転移が収まっており、がん細胞の摘出に成功します。嫁をですね、宣告した自分を今度は琴先生逆に責めちゃうんですね。ただ琴がですね、ゆかりさんを支えたからこそ生きる希望を持って生存につながりました。改めてですね、この自分のこの無力さとか、常識を打ちひしがれてしまうことを医者とは何なんだろうと考え直していきます。この2003年にあった初代の頃は島の人たちの心とか医療そのものに向き合っていくんですが、この2006年の方は僕たち医者とは何なんだろうと、もっと根源的なもとにテーマが深まっていきます。そしてこの島に新しい来訪者がやってきます。それが中井智明。実はミナちゃんには旦那さんがいたんですね。この繊細な見た目から察した方もいるかもしれません。彼はなんとDV 夫だった。ミナにはですね、離婚してもいいよと言いつつも、いざ離婚しようとしたらですね、態度が豹変して殴って暴力を振るったりしていました。ただこの智明、横隔膜ヘルニアというものにかかり、なんとか琴先生側に助けてもらいます。この二人というのは両親を早くに亡くしており、孤独な二人同士支え合えると思っていたんですが、それはやっぱり違ったんですね。行き場のない衝動を智明はミナにぶつけていました。ですがミナちゃんの方にはすでに家族のように思われています。この島という帰る場所はあるんです。琴はですね、ここでもうドラマの中ではですね、初めて患者さん智明に厳しい言葉をかけます。治そうという強い意志があれば病は治る、自分に向き合うということは医者にはできない、自分の考えを改めることができなければ君はこの島を去るべきだとはっきりとねつけます。智明は去っていきます。ミナちゃんがですね、この島に来ることを決めた写真、それは和田さんが実は撮ったものだったんです。このですね、和田さんとミナちゃんの距離感がですね、この辺ぐらいからぐっと近くなっていきます。さあ、そしてついにですね、彩香さんの手術が近づいていき、そのことを星野夫妻に告げることとなっていきます。万全を期して、転移の可能性を排除した術式を行っていこうとですね、鳴海先生はやっていくんですが、それやっちゃうとですね、看護師を続けられない、後遺症が残る可能性があります。非常にですね、星野夫妻としても、まあ、ドライで淡白なですね、もちろん優秀なんだけれども、そんな鳴海先生に預けるのが心配、琴藤先生にそばにいてほしいとね頼んでいきます。専門でプロフェッショナルな東京のですね、鳴海先生に任せるのがお医者さんとしては最善の選択なのは分かっているんですが、彩香さん本人の複雑な思いとか、周囲の人々、そして自分個人的なですね、感情思いのために琴藤先生は東京行きを決意します。いや、琴藤先生が東京に行ったらもう代わりの先生ね、四季島いなくなっちゃうじゃん、どうするんじゃないかと思ったところで、はい、皆さん、そうなんです、彼がやってきてくれます。レベツ島診療所から三上先生がやってきてくれるんですね。看護師を続ける方法で、琴藤先生は手術をしようと決意し、僕にオペをさせてください、彩香さんに頼んでいきます。ただですね、大切な人を手術する、それは冷静ではいられないぞと鳴海先生は忠告します。実はこの鳴海先生にもバックストーリーがあって、5年前にですね、鳴海先生は自分の奥さん、妻をですね、自ら助けるために嫉妬したんですが、結局ですね、助けることができる植物状態になって、寝たきり、コミュニケーションも取れない状態になってしまう。オペというものに絶対はない、家族を自分が嫉妬するということは冷静ではいられない、大きな責任がのしかかるぞと忠告します。島中の人たちが心配する中、手術が開始し、なんとかですね、彩香の傷口を小さくすむ方法で琴藤先生はですね、頑張ろうとしていくんですが、トラブルが起きて、琴藤先生には珍しくですね、激しく動揺し慌ててしまいます。そこで鳴海先生がですね、目の前の患者を星野彩香だということを忘れろ、医者ならオペのことだけ考えろと叱責したことで、琴藤先生はですね、自分を取り戻し、冷静に手術を行い、なんとか成功に導きます。優秀なお医者さんは心を持ってはいけない、島のお医者さんが家族のようにその人たちを思ってはいけない、それは冷静ではいられず大きな後悔を伴うぞと、鳴海先生はその奥さんをですね、救えなかったことがですね、すごく心の傷として残っているように見えました。琴藤先生はですね、自分の実の母親に電話した後、彩香さんにですね、ありがとうございましたと感謝されます。鳴海先生
先生に最後に、諦めなければ奥さんは生きていると、奇跡もいつか起こるかもしれないと、気休めにも取れるんですが、まあ、それはあの島でですね、通常の医療とは違う経験をしてきたコトー先生だからこそ、なるみ先生のその心の傷を取ってあげるようなこんなセリフが言えたのかもしれません。先生は島に帰っていき、島の医療に関わってですね、すっかり変わった三上先生と話していきます。医師であることの意味、それを探すことを決して放棄せず、これからも戦い続けていくことを決意します。病気であり体調が悪いはずの患者さんに、お医者さんであるコトー先生は励まされ元気をもらっていくんです。ただし、家族のように島の人たちを愛せば愛すほど、いつかですね、その人たちを見取らなければならないという過酷な運命も背負っていきます。これからもですね、この島には心細くなびく旗のように、コトー先生はこの島で救い続けていく感という物語になっております。まあ、一人の医師としてですね、最終的には鳴海先生や三上先生、コトー先生といったお医者さんに改めて医療のあり方、それはですね、決して一つではなく、いろんな考え方があるということを示すような作になっていました。そこからですね、映画版にたどり着いていきます。16年ぶりの新作、さらにはキャスト、制作陣、主題歌、それぞれがですね、カムバックしていきます。ファンとして非常に嬉しいですよね。武尊を演じていたですね、富岡亮さんに至っては、芸能界を一回引退して普通に就職してたんですが、もうプロデューサーと監督がですね、会社に頼みに行って、今作に限りカムバックすることを決意しました。まあ、その後ですね、コトー先生たち、彩香さんとですね、めでたく結婚しました。おめでとうございます。さらに彩香さんはおめでた妊娠をしていくんですが、なんとどうもですね、予告を見る限り武尊うまくいってなさそうだったんですね。お医者さんになってコトー先生の後を継いでほしかったのに、どうしちゃったんだ。さらにはですね、島には新しい先生が来たり、鳴海先生やマリコの息子リュウもですね、再登場しております。まあ、ですが、いいことばかりではなく、辛い出来事もですね、絶対に描かれていくと思います。それをどうやって受け止めて我々は生きていくのか、ここからまとめに入っていきましょう。この離島では定期的に台風がやってきて、大雨による土砂崩れ、災害が起き、大きな産業もなく過疎化で寂れていく。それでもこの島で生きていきたい。離島に限らず、少しずつ衰退していると言われるこれからの日本が見なければいけない物語なのではないでしょうか。包み込むような大自然、どこまでも続くような海、そんな中で助け合って生きてきました尊く儚い島の人々、救って救われてここまでなんとかやってきた。家族のように仲良くなっていけばいくほど、必ず別れを背負わなければならない。重圧がどん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 と大きくなっていくばかり。往診の道すがら見る蜃気楼、あの言葉は、全ての人を家族のように見る、この式名島の人たちを見る、医療における理想の夢、蜃気楼のようなことなのではないでしょうか。現代社会において、時短や倍速、コスパ、合理性、超高速で進んでいく現代社会だからこそ、このドラマを見た時に忘れてしまうものを思い出すのではないでしょうか。変わっていいものもあれば、変わらないままがいいものもある。そしてこの島で今日も生きていく、今もう一度その目に焼き付けておきたい心と人の生き方のドラマ、ぜひとも劇場で体験してみてはいかがでしょうか。はい、長い動画になりましたね。ありがとうございます。最後まで見ていただき、よければですね、チャンネル登録と高評価も何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の作品でお会いいたしましょう。さよなら、バイ。